どうもこんにちは、ゲームデイズの太郎です。ツイステの7章も追加されたということで盛り上がってますね早く最新のストーリーまで追いつきたいなと思って、またね頑張っていきたいと思います。やっていきましょう。緊迫リミット、なんだこれ、結構マリウス粘ってたけど時間やばいみたいな感じなのかな。ちょっと行きましょうか。スタート。あっという間に150年か。150年、めっちゃ時間経ってんじゃん。俺ももう450歳、すっかりおじさんだ450でおじさん、あれなのかな、10分の1ぐらいにして人間の年みたいな、そういう感覚でいいかな。45歳だったらまあおじさんって言ってもいいんじゃないみたいな感じなのかな。おい元気か、マリウス。これだけ巡ってもまだ行ったことがない場所があるのが驚きだ。世界ってのは広いものだな。ツイステのさ、世界ってどれぐらい広いんだろうね。なんかその全貌とかがさ、やっぱわかんないじゃん。だから気になるよね。この150年で外の大陸はかなり様変わりしたぞ。最近は様々な国で夜の眷属にも渡航許可が下りるようになってきた。だいぶ旅がしやすくなったよ。なんか時代が変わってきてるっていう感じかな。石を投げられることも減った。妖精と人間の対立は人間の歴史の中じゃとっくに過去のものだ。どんなに抗っても彼らの文明の発展は止められない。いやそうだよね。なんかリリアもさ、人間についての理解がすごく深まってるっていうか、なんか高くなってるような気がするね。俺たち妖精はいずれ古きもの、おとぎ話の存在として忘れ去られていくだろう。だが俺はこれから生まれて悠久を生きるだろうお前を、おとぎ話の主人公にはしたくないんだ、マリウス。この思いよな、マリウスに伝わってるかな。だから早くその狭苦しい卵から飛び出してこい。外の世界は面倒なことも多いが、きっとそこよりは楽しいぞ。そうだね、楽しいこといっぱいあるよな。あマリウス、お前が生まれたら見せたいものがたくさんあるよ。なんかこうやってさ、殻の中でずっといるマリウスなんだけど、今さガーゴイルとかがさ好きになったりとかさ、なんか楽しんでるじゃん。だからやっぱリディアはさ、楽しませようと外の世界をいろいろとマリウスに紹介したのかなとか、いろいろ考えちゃうね。どうだいマリウス、聞こえてるか？バンルージ殿、至急竜の都へ戻られたし、殿下の卵から急速に魔力が失われつつあります。なぬ？ピンチじゃん。次の満月を待たずに星にお帰りになってしまうやもしれません。やばいやばい。バンルージ殿には直接顔をお見せいただきたく。こんなことが、魔力が失われてるってよ。バブル。バンルージ殿、よくぞお戻りくださいました。ちょっと手がかりとかまだ見つかってないんか。アレウスの卵が危ねってどういうことだ。落ち着いてください。そんなに締め上げられても息が。リリアも焦ってんな。お前たちがついていながらどうして。殿下はもともとは200年前に星に帰っていてもおかしくなかった。なるほど、これでも頑張ったっていうことか。それがどういうわけか、奇跡的に流られていた状態なのです。しかしついにその時が来てしまった。そんな、もうどうにもならないってのか。
塔の上をご覧ください。なんだ、何これ、どうなってんの。なんだあれは。3ヶ月ほど前からマレフィシア様の魔力を一切受け取らなくなり、どんどん鼓動が弱くなってまいりました。そして先週からはあのように卵の周りに強力な結界を展開し、近づこうとすれば激しい雷を発して拒絶するのです。接近を試みた医者とこの衛兵が重傷を負いました。マリウス、お前どうなっちまってんだ。女王陛下が魔法で抑え込もうとしましたが、激しい抵抗が続き、無茶をすれば卵が中身ごと潰れてしまう。ですから手も足も出ない状態で。なるほどね。結界を破ろうとすればその力で卵にも傷をつけてしまうかもしれないっていう、そういうことなのか。おお、なんだこれ。鳴き声がする。え、マリウスの、これドラゴンの鳴き声かな。え、あ、バールには聞こえてない。お前たち、あの声が聞こえないのか。おい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 、リディアにしか聞こえねえのか。声、風と雷の音以外は何も。マリウス、行ってくれリリア。続く。いや、次の満月って言ってたよな。全然時間ないじゃん。どうなんすか、行きましょう。助かるんかなマリウス。マリウス、ヴァンルージュ殿、まさか塔を登るおつもりですか。いけません、あの雷撃を食らえばあなたの命が危ない。うん、バカ野郎、目も開いてねえガキが一人で泣いてんだぞ。大人がガン首揃えて眺めてるだけでいいわけねえだろ。リリアはちゃんと分かってるんだ。待ってください、ヴァンルージュ殿。いやー、バウルとかでもリリア心配するよな。お前、なんて威力だ。直撃したら一巻の終わりだな。だが、なんかリディア、マレノアの時といいさ、マリウスの時といい、よく雷に打たれそうになるよな。お前頑張れ。大変や。お前が俺の呼びかけに返事をしてくれたのは、この200年で初めてじゃないか。逆にこれ何、嬉しいみたいな感じになってる。頭バグった。いや、頑張れリリア、お前しかいないわ。この声、やっぱり間違いない。泣いてるんだあいつは。怒ってるのか。悪かったよ、ずっとお前を返してやることができなくて。違うのか、わかんねえよ。泣いてないで俺に分かる言葉で喋れ。か、よし、分かった。その息だ、もっと泣け。え、赤ん坊ってのはそれでいい。いいぞ、思いっきりやれ。どういうことだ。くそ、いって、体がバラバラになりそうだ。マレノア、レバン、てめえらは空の上から高みの見物か。いいご身分だな、おい。まだお前らのところにマレウスは行かせねえぞ。マレウスは見るんだ、お前たちが見ることができなかった世界を。なんか良かったな今のセリフ、ちょっと感動したわ。いや、リリアよ、マレウスに広い世界見せてやってくれ。そうか、マレウス、お前寂しくて泣いてんのか。え、そうなの、寂しかったの。そうか、
そうだよな。200年も一人でいたら誰だって寂しいに決まってる。なんでそんな単純なことがわからなかったんだ俺たちは。待ってろ、今そこまで行くから。マジで命がけなんじゃない。走る城壁とまで呼ばれた元右大将だぞ。これくらいでくたばれるほどやわにできてねえんだよ。頼もしい。さあマリウス、次はどうしたい。いやマリウス、マジでどうやったら生まれるんだ。俺はまだまだやれるぞ。あと100年でも200年でもお前が根負けして卵から出てくるまで、怪しまくってやるからな。泣いてんのか。おい、なんかでかいの撃とうとしない。リリアは大丈夫かこれ。周囲の魔力が急速に卵に集まって、まさか卵が欲しがってんのか。なんだこれさ、リリアの魔力とかどうなんだろう。お前やっぱり腹が減ってたんじゃねえか。痩せ我慢しやがって。ああ、魔力がやっぱ欲しいんだ。いいぜ、俺のも持っていけ。リリアのも持っていけ。魔力でも寿命でも欲しいならいくらでもくれてやる。いやこれ寿命絶対削られるやろこれ。お前だから出てこい、外の世界に。大変や。すごい体張ってんな、リリア。ついに生まれた？この声は。おお、マリウス？あれが？え、生まれてるよ。生まれた、本当に。だ、こいつ生まれたてのくせに一丁前に火を吹きやがる。いやー大変だったな。生まれたかよ、嬉しいな。見ろ、マレノアと同じ緑色の炎と目をしてる。って、お前以外に誰もいねえか、マリウス。ああ、やっと会えた。よかったね。いやー、リリアよかったわ、本当に。お前めっちゃ頑張ったよ。200年もかかっちまった。いやー泣けるわこれ。よかったわ。本当によかった。いやー、マリウス、お前愛されてんぞ。ストーリークリア。非常？何が起こんのこれ。リリアをこれ以上苦しめないでほしい、マジで。でも静かに暮らさせてあげて。ずっと思っていた。なぜ親父殿の夢はこんなに辛いことばかりが起きるのだろうと。その両サイド号泣してるじゃん。でもようやく分かった。きっとこれが
親父殿が一番幸せだった瞬間なんだ。なるほど、そういうことか。この瞬間のための今までだったっていうこと。すごい辛い過去があったけど、この瞬間を迎えるためにやっぱ必要だったっていうことか、その過去は。戦って傷ついて失って、たくさんの悲しみの先にしかこの幸せは訪れない。マレウス様がお生まれになったこの瞬間は。いやそうだね、マレウス様のご誕生にこんな経緯があったなんて。茨の谷の歴史書は何冊も読んだが、どれにも記されていなかった。え、ということは何、この情報はさ、非公式なのかな。おじい様はなぜこの素晴らしいお話を僕にしてくださらなかったのだ。バンルージュよ、よくぞ王子殿下の卵を孵化させた。これ元老院じゃない、こいつらめっちゃ嫌いや俺。奇跡じゃ、まさにお主は英雄ぞ。手のひら返し。英雄。さあ王子殿下と共に女王陛下のもとへ参るがよい。ん？な、な、な、違う、俺は、わしは…バルージュよ、貴様、よくもその手でお世継ぎに触れたな。竜の卵にコウモリが魔力を注いで返したなど、前代未聞の醜聞だ。な、高潔なるドラクニア一族を汚した罪は重いぞ。こういう風に聞こえてんのか、こう言われてんのか。どういうことだ、世界が歪んで元老院たちが急に態度を変えたぞ。え、やっぱりそうなの、これ言われてんの。辛すぎる。チタノが気づき始めたんだ、これが夢だと。ああ、ではリリア様が実際に受けたのは祝福の言葉ではなく、あんな罵詈雑言だというのか。なるほど、あ、後からの方が本当のなんだ。英雄って言われたのはリリアの幸せの夢。ああ、おそらく。いやー、そっちかよ、めっちゃ辛いじゃん。あんまりだよ、いやリリアかわいそすぎるよ。いやー、これマレウスもかわいそうだよね。リリアしかおらんぞ、もうマレウスには。早く医者を呼び、王子殿下をお見せするのだ。ああ、王子殿下、おかわいそうに。無能なこの兵のせいでご両親を失ったばかりか、不浄な魔力を注がれてしまうなと。こんなこと言いやがって、マジで。王子殿下の御身に何かあったらどうするのだ、愚か者。貴様ら、もう我慢ならん。その侮辱、今すぐ撤回していただこう。そうだそうだ、ほんとそうだよ。バンルージュ殿がどれほどこの国を、ドラコニアを愛し尽くしてきたか。いいバウル、これでよかったんだ。これがきっと正しい、正しい。頭が割れる。え、本当これ何、ついに夢から覚めんの、マジで。バンルージュ殿、お気を確かに。ここまでか、リディアの夢。なんだなんだ。こんなところにいたのか、ようやく見つけたぞ、リディア。やべえ、
オーバーブロとマリウス切っちまった。続く。お前、マリウスもさ、ちょっとリリアには優しくしてやってくれ、マジで。99話です。行きましょう。ちょっと、リリアよ。こんなところにいたのか。ようやく見つけたぞ。これはまたピンチ。リリア。やばい。その声は、レバン。お前いつ帰って。でもその角はマレノアの。あ、まだ夢の中にいるリディア。レバーン、声そっくりなんだ。何者だてめえ。知らなかった。お前が自らの命を糧に僕を返してくれたなんて。あ、知らなかったんだ。ちょっとこれ知ってどうよ。オーバーブロッドやめんか。僕を、何を言ってる。元老院の老いぼれどもめ、よくもリリアを。俺元老院震え上がってるかもしれんな。おばあ様もだ。なぜ今まで僕に真実を隠していた。違う、マレウス、口止めしたのはわしじゃ。あ、マレウスって気づいた。真実を知ればお前が負い目を感じるかもしれぬと。うん、気づいたことに気づいた。マリウスはまだ日本足の姿にもなれぬ赤ん坊で、頭が。あー、夢から覚めるぞ、これ。何も考えなくていい、リリア。お前がこれ以上苦しむ必要はない。いや、さすがにマリウスはさ、リリアに優しくするんじゃない。どんな夢がいい。父と母が生きている頃の夢か。それとも息子と共に穏やかに暮らす夢か。やめろ、わしは。俺は。ちょっと、この僕がお前の望みを何でも叶えてやる。さあ、リリア、僕の手を。ちょっとリリア葛藤してるな。親父殿、知れば助けてやってくれ。来たか。うん。夜明けの騎士、なぜお前がここに。違う、お主は。目を覚ましてくれ、シルバー、セレク。またお前たちか。本当に寝つきが悪いな。まだ抗うというのか。ちょっとこのマリウスはめっちゃ怖いんだけどな。諦めません、絶対に。リリア様の思いを知ればなおのこと。たくさんの愛によってお生まれになった若様がこの世界の敵となり憎まれていいはずがない。うん、もうセベクはさ、さらにマリウスのこと好きになったよね。だから俺たちが絶対に打ち破ってみせます。マリウス様、あなたの祝福を。祝福。ああ、お、長かったこの夢もついに覚めるんじゃないこれ。お、来た、リリア。よくぞ言った。それでこそわしの弟子じゃ。口調も声も変わったな。リリア帰ってきた。めっちゃ嬉しいや。弟子ってなあ。ようやっと頭がはっきりしてきおったわ。すべて思い出したぞ、シルバー、セベク。早く逃げよう。それからグリムに監督せ。俺たちのこともわかる。おやさま。いや、嬉しいわ。わしは随分と長い昼寝をしていたようじゃ。やってくれたのマレウス。ち、完全に冷めたか、リリア。だが心配はいらない。またすぐに寝かしつけてやる。このわしを寝かしつけると言ったか。
生意気に育ったもんじゃの。やれるものならやってみよう。皆の者、わしに続け。お、一時退却じゃ。めっちゃ可愛い。逃げるのも大事みたいな。逃げるんですか。追いかけっこか。お前とこうしてじゃれ合うのは何十年ぶりだろう。もうやばいってなったのかな。時間はいくらでもある。楽しもうじゃないか、リリア。ちょっとマリウスオーバーブロットしてるけど楽しそうだね。退却じゃ最高です。いやー、これはリリアめっちゃ好きになったな。ちょっと夢から覚めたリリアとお話ししたいですね。行きましょう。再会プレッチスタート。右大将リリア使いたい。ブリンジョー、わしがマレウスに隙を作る。その隙にシルバーのユニーク魔法でこの夢から脱出せよ。いや頼もしい、めっちゃ頼もしい。あなたを置いていけません。一緒に行きましょう。え、置いていく、そんな感じなの。なに、マレウスの感触には付き合い慣れておる。夢の中ではわしの魔力も枯渇しておらぬし、力が有り余っとるあやつと遊んでやるにはちょうどいい。一緒に行けないの。しかし心配するな、マレウスはわしを再起不能にしたりはせんだろうよ。父親に似たのか、非常になりきれぬ優しい男じゃ。シルバー、セベク、現実のマレウスのことを頼んだぞ。マジか、夢から覚めても一緒に行けないのか。はい。頼まれた。おいおいおい、来たぞ。見つけたぞ、リリア。さあどうしてやろうか。何この追いかけっこ。ちょっとマリウス楽しそうなんだよな。バトルだ、ここでバトルね。勝てるんかな。僕が相手、丸呑みにしてやろう。バトルスタート、いきましょう。勝てる気がせん。そうしよう。あー、リリア、ユニーク魔法じゃないわ、デュオ魔法使いたいね。よろしい。元気がな。あさ、覚悟はできたか。勝てんのこれ。勝てないやつだなこれ。おい、ちょっと早く来い、ヘベク。任せて。そうだね。お前デュオ魔法落ちたいんや。これはどうか。あ、でもこれ耐えたらいいんかな。あ、来た来た。お前を使いたかった。甘い。いいだろう。これで。お正直千番ヘベク。邪魔だけはするなよ。援護します、リリア様。いやー、右大将リリアのデュオってセベクなんだ。シルバーかと思った。お、回復見せることあるんだ、面白いじゃん。後悔がないならいい。本気か。行きましょう。無理をしてもいいことはない。なんかさ、無属性しかないかと思ったら木がちょっと混ざってて、なんかマリウスの中に変化あったのか。もともとあったっけ。任せて。感謝なさい。ダメか、手ごきを。ダメね。あ、耐えらんないわこれ。あー、ここダメ。本当にダメなやつかな。負けちゃっていいのか。あ、これ耐えないといけなかったやつか。ちょっと待って、リタイア。ちょ、負けイベントじゃなかったっていう、まさかの。もう一回やらせてください。 HP 高めにします。これでいこうか。スタート。訓練。ここからよ。ギリギリだ。危な。感謝する。また一つ強くなれた。めっちゃギリでした。ここきついね。
なんとか進んだ。足止めしてくれんのかな、リリア。ふむって。それじゃあダメだよ、みたいな。今じゃ。さあ行け。早く。もう一緒に来て。一緒に生きてーよー。絶対にあなた、みんなを眠りから覚ましてみせます。ああ、そうだよ。一言言っとかんと。話したいことがたくさんあるんです。ああ、シルバーもあるよな。お、約束じゃシルバー。うん。夢から覚めたらまた会おう。いや、これ早く会いてえな。夜の祝福あれ。あ。嬉しいじゃん。夜の祝福あれ。いつか会った人、いずれ会う人。行っちゃうか。ちょっと悲しくなってきたな。ミートインアドリーム。ああ、行くか。頑張ろうな。次は誰の夢に？ここバタバタなんだよな。さっきの感動返して。おいシルバー、これは誰の夢へ向かっている？今度は本当にわからんぞ誰か。わからない。とにかく次の夢に渡って体勢を立て直すしかない。うん。みんな、俺から絶対に離れるなよ。誰の夢行くんだろう。誰かの夢につく前に潰れたパンになっちまうんだぞ。今、何か遠くで光って。なんだ？この声は？なんだ？遠くからすごい速さで何かが近づいてくる。あいつまさか夢の中にまで入れるようになったか。鳥？飛行機？いや、違う。あれはハイスペック野郎が。おーい。お前なんで？ボルト？どうやって来た？そう、僕だよ。やっと見つけた。いや、すごすぎるやろ。おめえから来るとは。しかもこっちかよ。いや、マリウスの方行ったんかと思った。現実のさ。お前どうやってここに？ねえ、すごすぎ。話はあとあと。とにかく僕に捕まって。なんか頼もしいな。一気に話進みそうじゃない？さあ行くよ。ワープ。ワープ。ワープ。え、イグニハイド？これ何？マジイグニハイド？どうすんの？毎回この無様な着地をするのはなんとかならんのか。ああ、これだけなんとかしてください。次こそ華麗に着地してみせる。スタッ。これ夢の中でしょうか、現実世界かな。ここはイグニハイド寮ね。あ、でも現実世界じゃないか。体がさ、多分マリウスの目の前にあるだろうから。一体誰の夢なんだ。セベクの見た目も変わってないしね。あれ、ボルトは？あいつどこ行っちまったんだぞ。おいおいおい、あいつワープさせといて。何？まさか夢の回廊に置き去りに。皆さん、少し落ち着いて。あれ、あなたは？ちょ、怪しいやつみたいになってる。ちょっと待って、タイム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 。拙者は敵ではござらぬゆえ、そんな怖い顔で睨まないでもろて。もろて。え、イディアの夢？あなたはどういう絡みすんのこいつら。タンクがいなきゃボス討伐クエは始められない。これでようやく突入準備が整いました。なんな、前座は終わり。起きてんの？いよいよメインイベントの始まりだ。ええー。
オルトだけでなく、イデアも。ストーリークリア。うわー。大変だ。めっちゃおもろいじゃん。続き気になるけど、キリがいいな。今回これぐらいにしておきましょうか。いやー、やっとさー、夢から覚めたね。100話。長かったな。でもすごいさ、丁寧に、話を進めてくれたおかげで、なんかすごい、なんかリディアとマリウス、シルバー、セベク、バウル、なんかみんなの関係性っていうか思いとか、そういうのがね、すごく、なんか理解できた気がしました。なんかリディアのこともっと好きになったな。めっちゃ良かったです。こっから、なんだ、俺たちのターンみたいな感じになるのかな。イグニハイド寮どうなっていくんでしょう。楽しみですね。また次回やっていきますので、ぜひご視聴お願いします。では今回これで終わりにします。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしてますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。